はい、どうもショータイムゴルフです。おはよう。おやるべ、曲げてきたね。ちょっと大丈夫です、大丈夫です。あったかいんだ。大丈夫。あら。さよなら、グッバイ。俺じゃねえ、テレテレで。ここの上っすね。See you。 テルキ君のスロープレイを撮ってたらあれじゃないですか、あの電池なくなっちゃうじゃないですか。言ってますよ。なんか味方ですか今日は。いや、いい球だけどどうなの。超えるか。超えた。あ、こうやった、こうやった。早くなったやん、なんか打つの。あのなんか最近もうイメージがもうパッて上がって、パッパッって。いや、僕としてはね、正午のあのグリーン上乗ってからのね、ノーカットでお送りしてほしい。お送りするわ。どっち、どっち。全然決まんないから、ラインが。いいと思うよ。いいじゃん。どっち。左足痛いですよね。マジです。フックです。スライスじゃないの。え、わかんないよ、もう。それ間違えたらキャリーの選手ですね。ほら、最低だよ。自分で決めろ。だから一平ちゃんじゃなきゃ俺のキャリーできない。ずっと喧嘩してるみたい。一平さんはプレイヤーだから。そうなんだ。行くと思う。マリガン。はい。マリガン。マリガン。マリガン。しゃあ。しゃあ。わあ、ここです。マリガン、マリガン、マリガン成功、マリガン成功。まあ僕らツーナップしてるからね。余裕の顔。この間もね、先週か、立尾さんとここ回った時にちょっと絶好調だったんですよ。ちょっとビタビタ。そしたら立尾さんパター外したら、立尾さんに説教されてましたよ。出ないよ。こうした方がいいっすよ。本当に出ないよ、そんなこと。さすがに自分の師匠にそんなこと言えないよ。会長と一緒にあいつ説教垂れてますよ。だからそんな偉くなってるんですよ。だってさ、立山さんと2人でさ、タックアート乗ってさ、タバコ吸ってたらさ、翔吾お前パターどうやって打っとるんやって。僕ちょっとアップライトにして打ってますよ。さ、アップライトしたら右行かんかっていうか、もう右行ってもいいと思って打ってるんですけどね。スライスの時は外に上げて捕まえてますね、話してた。いいんだよ、そういう関係性がいい。ですね、そういう関係性がいい。そういう関係性がいいんだ。タドさんこの前7球ぐらい打ってなかった。それは P です。P。 大丈夫。尊厳にかかる。そんなことで怒る人じゃない。そんな人で怒るような人じゃないから。いや、なんなら、なんなら、あれなしって言ってなきゃ。途中今のなしって使っててなきゃ。最近24ぐらい。ロッカールームなんかビッグな人出てない。ね、あ、そう。あ、まあもう出てる。出てる。キヨシショウ。キヨシショウさ、最近会ってない。久しぶりに会いたいよね。お前さね、お前ら2人のこと応援してるよとか言われたよね、いつだかね。口だけでないことを祈っとくよ。それ俺も言われたわ。膝ドロップ。膝芯。207ヤード。三遊で。3打目。
いやーすげえ。いやー怖い。ああどうだ。ちょっと手前。しょうがない。何度か21超うめんだけど左手で打ったの片手左手で打ったあれあれ100ヤードぐらいから三遊で何番ですかピッチングで120ヤードピンは筋ってるけど、おおいいじゃん。戻ってきちゃってるから、OK。今半コスしたんだよな。なんて。なんすか今の。105号に。はい。105なんなんだ。え？何の振らなくていいんだけど、バックスピンがブヨーンかかる時のイメージがありすぎちゃって振っちゃうんだよ。フォローの逆の出方がスムーズだから。何番ですか ?58 です。これはどういう感じで、まあ、段の向こうにちょっと低めの強い球で、はい、で、ちょっとスピン入れて最後転がる感じ。こうやってでもなんかやって、お茶の人で、このライで左足上がってるし、サンドで低い球打てないですよね。うん。ちょっと弱かったけど。うなだれてます。ちょっとくぐりました。もういける。球持ってる。持ってテレキ持ってる。マリガン。マリガン。今日何度目のマリガン。あのさ。再現性の高さ。パーソンで全く同じ形してる。ロケンのバーディーパット。おーうまい。おー惜しい。おー入った。 OK テルキのバーディーパット入れてくれ。とうとう、あー弱いて。レスパースパイスリーナップですけど、次のものからダブりますか。とりあえずこのボギーパッド入れてから考えよう。上りほぼまっすぐスライスかな。5メートルぐらい。あ、いいストローク。スライスでした。ストロークいいストロークですけどね。パタパタ出して結果入んなかったってだけです。ただそれだけ。また右出る。やっぱ弾着だめだ。なんでこんな右出るんだろう。すごいいい打感。めっちゃムチッとする、うん、くっつくんだけど、まだ俺でそれでも俺ひみにく。いや今日硬く感じる。うん、硬いけど僕のがやっぱ柔らかい。硬く感じるんだ。それ、うん、の方が俺は好きだよね。あ、そう。あれだからあれももうちょっと硬くなってほしいんだけど、こんな感じ。そう、サークル T。サークル T。これ硬いんですか、ダブさん。硬い、うん、打った感じは硬いけど、意外とぐにょって感じしますよね、うん、あの、吸い付きがいい。キャメロンの中では柔らかい GSS? GSS、 GSS インサート。かっこいい。最近やっぱそういうキャメロンもそういうなんかインサートだけ別が多いね。それ削り出しじゃないんですよ。すごい。カス。
昔3アップ嘘うんだからこっからダブルポイント1ホールで2ポイント動くからチーム昔そんな勝ってたんだ知らない間にいい球出てきた。ミスが全部あの右になったよ。左に出ます。二遊。この球出てるときはいいよ。どのくらいスライスするか分かる。ああ、まあね。168番。いい球だ。らしいです。ちょっとなんちょっと噛んだんだよ。十三にもある？ちょっとないと思いますよ。普段ここから。重心引くんだよ右下の。あでも129ですね。OK 129。P ですか？9。すげえ。いい球。はい。もうちょっと奥か。止まった？止まってますね。うん、止まったね。止まりました。一二九。こっちまで行かないと。あでも、ちょろしてるから。うん。三十ぐらいのピッチングで。ショートさんに追いつくために130打てないと。見つけた。跳ねそうですね。あれも多分もう4ヤードぐらい右だったら前跳ねてってぴったりなんですね。そう。だからピッチングでショートでもいいだと思ったけど左行っちゃったらダメです、ね。テルキのバーディパット。段を越えるパットですね。段を越えてから下り。25メートルぐらいあるから。止まって。入れ。ストップ。スライスポット入れちゃった。しますね。トウ君のバーディートライ。おっしゃー、このまま行ってみよう。はい、ピンにぶつけるイメージ。ピンにぶつけるイメージでサジプロのバーディーパット上りです。上りの4メートルぐらい。ナイスライ。ぶつかんなかった。ぶつかんなかった。素直に叩けるから。テルキのパ
ーパット。おーマジか。見てたじゃんさっき。見てても入ってないよ。入ってないよ。ドー君のパーパット、ナイスボールじゃない？ナイスです。198ヤード、パー5。珍しい。めっちゃ上から入った。今度珍しいな。今あっち行ったら行けないから心配ないからいいや。45.2。アイアンで木の間を抜いていくそうです。ナイスです。ナイスアウトです。どうすか。攻めますよ。狙う狙う。215くらいかな、ピンまで。4番。4番っていうかまあ、本当は多分スプーンなんでしょう、ね。16.5度。16.5。4番とか。つま先上がりなのにスライスをかけていく。かかるのか。物理的にいけるのか。ピンはね、このもっこり木の右ぐらいですね。これやばくない？これ入りましたね。ワンちゃん帰ってくるかもしれない。走ろうかな。テルキの暫定球。なんか。139。8番。これチャンスですね。チャンスだろ、
やちょっと左だけど、うん、膝どう曲げていいの？ダメでしょ。どうやってドロップするのこれ？いいじゃん、ちょっと曲げてんじゃん。うん、45ヤード、58度。お、いいんじゃない？ 2 球目も OB だったんで、何打目？何打目でいく？3打目。3打目っていう感じだよ。あ、伊藤くんルールですか。何でもいいか。とりあえずこのさっきのカードとか。うん、あ、後で考えます。後で消します。入った。入ったでしょ。入ってねえんだ、だから消してください。シュシュ消すな。今のいい回だったら、でもいいやつだったもん。もうライン、普通ライダーも打てる気がする。さっきと同じ感じだったよ。さっきよりでも低い位置から入ってきて、うん、フェースに乗ってました。やっぱいっぱい打つと、うん、いっぱい気づきがあって上達します。いっぱい打ってるからね。今日はいい日だって。パーパット。あ、惜しい、惜しい。惜しい。サジプロのバーディーパット。あんなっぽいになっちゃうな、僕ね。5メートルぐらい。見なきゃダメか。スコアです。ナイス。気分はないっすか。気分はないっすか。俺らワンナップになっちゃった。ダブルだから負けた。浅地くんがこのロ勝つっていう。あれ寒さで寒くて低いが白色になってただけで本当は青食いなんだ。下焼けから下焼けバーディーだ。バーディーバーディーバーディーナイスバーディー。ありがとうございます。